今日はですね、はい、まあ、初めてかもしれないですけど、まあ、魚料理という方に行きたいかな、はい、まあね、この魚料理はね、このコーヒー屋的には大変だなと思いますね、はい、そうそう、鬼門だったんですけども、はい、うん、あまり脂っこいものとか肉ばっかりやってるとさすがに僕の体が壊れちゃうんで、うん、まあ、はい、まあそれでもこれ音が小さくなった、音が小さくなった、え、はい、音小さいですかね。じゃあ、みんな態度でかくいきましょう。いや、どっちかわからないですよね、まあ、はいはい、どうです、あ、だいたい大丈夫かな、大丈夫じゃなんかいないかな、まあどっちかわからないですけ けど、まあ、はい、とりあえずこの状態でいきましょう、はい、うん、で、青森くん、なんか音が小さくなったんじゃなくて青森くん自体がちょっと小さくなりましたかね。あ、ちょっとですね、はい、パッと見は分からないですけど、はい、でも実際顔とはちょっと、あ、減ったかなと、あの、はい、顔が痩せたらしいですよ。多少ですね、はい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 、はい、で、うん、やっぱり前のおかゆとか、うん、まあ今回もイカとかですけども、はい、うん、ちょっとあの作っても太らないようなやつをなるべく選んでいきたいなと。やっぱお肉は太りますかね、はい、イカとコーヒー合いますかね。イカとコーヒー合いませんね、はい、あの、はい、イカ焼きに関してはビールですね、はい、これは間違いないですね、はい、あのイカ焼きをあの1枚、買えばですね、これが、はい、あの大体ビール2本はいけますんで、はいはい、素晴らしいですね、はいはい、あ、すっきりしました、褒められてますよ、はい、多少は、はいはい、頑張りました、うん、まあ、あの、あれだと おべっかだと思いますけどね、はい、分からんですよ、うん、で、はい、じゃ あの始めましょうよ、はい、うん、まあ、今回ですね、はい、まあ、僕の出身地である、まあ、八戸市なんですけども、うん、これですね、八戸、はい、はい、この非公認、はい、まあ勝手に言ってるってことで、はい、そうなんですよね、これ勝手にあの言ってるよと、はい、もう八戸を愛してる青森くんは、はい、非公認ではありますが観光大使です、はい、そういうことです。これはあの簡単に言うと、岩瀬がその気もなく、西尾の、観光大使になってるようなもんですね。あ、そうなんですか。まあ、まあ、そ、本当はその気かどうか知らんすけど、はい、あの西尾の市役所に行くと、あの岩瀬くん のユニフォームが飾られてます。あ、はい、あのよろしければ、はい、あの見に来てください。そうなんですね、うん、で、まあ、はい、なので八戸っていうのはですね、うん、まあ、イカと、まあ、イカの漁獲量が一番多いんですよ。あ、すごいじゃないですか、はい、はあ、で、まあ、イカ料理っていうかイカを食べる機会がすごい、うん、まあ、多いとは思うんで、うん、まあ、僕も料理とかしてて、まあ、できるんですけども、はい、あの、まあ、今回それで今イカをさばいてみようかなと。すごいね、はい、まあ、イカは一番簡単なんで、お魚の中で、あ、魚よりも、あ、まあ、今回それで見せようかなと。あ、オープニングの音が大きかった、まあ、そうですね、あれオープニングの音でかいんですよ、はいはいはい、まあ、直さにはいかんなと思ってるんですけどね、はい、また今度直します話が進みませんね。そうですね、まあ、話進みましょう。もうそうですね、5分経ちましたね、はいはい、で、まあ、今回、はい、まあ、イカなんですけども、はい、はい、ちょっと何イカかわからないですけども、多分スルメイカじゃなかろうかと。はい、はい、で、まあ、何イカかわからんけど、まあ、とりあえずイカだろうという感じですかね、はい、うん、まあ、どのイカでも基本は一緒なんで、はい、そうだね、はい、足10本だし、はい、うん、魚料理に合うコーヒーは何でしょうかね、はい、基本的にはこう、例えば刺身料理とかなんかの食後だと軽いコーヒーは合いますけどね。あ、まあ、食事とは合わないと、うん、食事とは合わないと思いますけど、まあ、基本は合わないですもんねまあまあね、はい、うん、焼肉と合うとか合わないですよね、はい、まあ、焼肉、肉ならまだ、まだしもでしょうね。魚はちょっと、うん、合わないかもしれないですね、はい、ダイオウイカ、あ、そうですね、ダイオウイカこの前あの NHK やってましたもんね。ダイオウイカこんなってきますよね、すごいですよね、クジラと戦うダイオウイカですからね、はい、はい、ダイオウイカの目玉料理とかできるとね目玉だけでこんな、目玉ででっかいですからね、はい、うん、あれだけでも料理できますから、ね、だってあんなににらみつけられたらビビりますよ、はい、そうですよ、うん、ただあそこには行かないですけどねまあ食べないですからね、はい、はい、じゃあでどうするんですか。まあ、はい、早速もう、うん、イカをさばいてみましょう。あのこれピクチャーインピクチャーでいきますか、それともアップでいきますか。まあこれでいいですよ。アップは怖いですよね。
こっちぐらいにしましょうね。あ、そうですか。はい、はい、でこれならあんまり怖くないですもんね。今回イカ、はいはい、はい、イカです。はい、これですね。はい、これ10メーターぐらいあります？ないですよ。あ、ないですか。はい、これ、はい、どうやるんですか。どっちがですかね、イカ、はい、でイカですけども、はい、あの魚料理の中で一番簡単なんですよね。要は何がっていうと、うんうん、解体してもゴミがまず出ないんですよね。あんまり生ゴミっていうほとんど食べれる場所ばっかりなんで。あ、そうなんだ。骨はないですし、はいはいはい、まあゴミもそんな出へん、うん、それを気を使ってくれたわけですね。つまりコーヒー屋さん的には。そうですね。はい、あ、いい人ですね。はい、はい、まああとは、まあ、安いっちゃ安いですね。はあはあ、で一年中まず流通してるんで、ほぼ、うん、日本各地に産地があるんで。あ、モニターから、骨ってなかったっけ、うん、あ、軟骨はちょっとありますね。はあ、なるほど、ね、一応でも無脊椎動物に分類されるんで骨はないと。なるほどね。はい、わ、はい、かりました。でまずどうするんですか、これイカって。はい、イカをですね、はい、まずあのよく素朴なんですけど、はい、これイカがよくジェット噴射のように飛ぶじゃないですか。はい、あれどこに水を含むんですかね。この後ろの口みたいな場所だと思うんですかね。確かですよ。これですか。はい、結構生々しいですね、この生々しい。やめよ、離れよ。はい、はい、でまあ、今回ですけども、うん、まずイカをさばくには、うんうん、このままだと中に内臓が入ってるんで、まあ、綿って言いますけども、はいはい、うん、内臓がね、はい、うん、でそのまま引っ張ると破けちゃうんで、うん、まずそれを取ります。はい、はい、簡単。まずでもただしこのまま引っ張っちゃうと内臓が中で破れちゃうんで、うん、はあ、どうすんの。あのこの中にですねくっついてる部分があるんですわ、こうイカがですね、この、はい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 、今ちょっと剥がれましたけど、ほう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 、こういう部分を手でまず全部こうと剥がれますよね。はいはい、へえ。これを取らないと、うん、あの引っ張っても抜けないんで、はい、内臓がちょっと見えるかな。今じゃあそこはアップにしましょうか。はい、超アップに持ってきましょう。ちょっと待ってね、はい、ちょっくらぐらいですけどね。そうですね。はい、でまあ、あ、ここね、はいはい、はい、見えました見えました。骨です。あの軟骨っていう、はいはいはい、骨っていうあれなんですけど、はい、まあこれを取りますね。ほう、で外しといて、うん、で周りのこのついてる部分をまず肉を指でも剥がれるんですけども、ほうを取ったら、うん、まあ、耳の部分って、まあ、耳って言ってもこうなんですけども、あ、これね、はい、を押さえて取ります。よいしょ、ちょっとあれかな、まだくっついてる。でこの時うっかり引っ張っちゃうとですね、うん、中の墨袋とかが壊れましてね、ひどい目に遭う、ひどい目に遭うんで気をつけてください。頼むでそれはないように期待したいです、ね。はい、そのために今日2匹があったのがある。あ、そういうことね。はい、たまにしか料理やイカは1ヶ月に1回か2回しか作らないんですけども。あ、それでもすごいと思います。あ、すごいです。はい、抜けるかな、抜けるか、抜けてくれ。怖いんですよね、たまに失敗するんですよこれ。あ、今のは危ないですね。そうです、危ないですねって。そうなんですよね、これくっついてますね。さすがだね、キムさん慣れてますね。はいはい、はい、で取れましたね。これちょっとアップにしちゃうかな。大丈夫ですかね。あ、グロいって言われるかな、絶対。絶対グロいって言われそう。はい、ちょっとあれですね。まあ確かにちょっとグロいですね。はい、うん、でまあ大体中は取ったんですけども、はい、じゃあ中を。いや、中はいいと思います。あ、いいですか。はい、まあ、若干やっぱり破けましたけども、はあはあはあ、周りをまずこう指で剥がして引っ張れば、うん、はいはい、あの抜けるんで綺麗に。へえ。で一番よくこれが墨袋なんですけども、イカ墨の部分ですね、これ。あ、ちょっと待ってね、どれが墨袋、これか、これです。はい、
これを潰すとですね、真っ黒が出てくるんで、ね。ああ、いや、潰さんでいい、潰さんでいい、潰さんでいい。潰さないですよ。潰さんでいい。汚れますんで。うん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 。で、まあ、これは取り除きますね。はい。これが結構、もう黒いですもんね。潰すなうん。潰すなおおこれが墨袋か。はい。どうします？いや、捨てていいから。意外とこれ、捨てようよ。捨てますね。まあ、はい。食べるもんじゃないんで、はい、はい、捨てました。墨袋捨てました。そうね、イカは難しいんですよね。たまに外れんくなると焦っちゃって引っ張ってビヨーって出ちゃうんで、まあでも誰でもまず、はい、多少ちょっと傷つきましたが、うん、はい、抜けましたね。はい、はい、それで、うん、今回どこ使うんですか？今回ですね、はい、この肝の部分も食べれるっちゃ食べれるんですけども、うん、若干朝買って今買ってきたんで、うん、ちょっと危ないかもしれんで今日はパスしますね、うん、はい、ということでまず、うん、切り離します。はい、よいしょ。じゃあこっち側を使うわけですね。はい、でとりあえずまずこっちの頭の部分からで、それはもしかしたら目ってやつですか？目ですね。あらららら、目だよ。はい、あ、イカスミもったいないですけどね。さすがにちょっと朝買って、うん、お刺身を食べれると思うんですけど、うん、肝どうかよくわからないんで危ないのかなと思って、うん、僕はいいですからはい、はい、あ、明日休みじゃないですもんね。僕も明日休みじゃないんで、うんうんうん、なんかあったら大変なんで、まずそうで、イカの部分のまず、はい、今日は全部食べれる分をとりあえず食べようということで、はあ、まず割ります。でですね、ちょっとここはここで目玉があるんですけども、はい、目玉は食べないんで取り出しますね。はい、あ、やばい。ちょっとここは自粛してください。はい。こっち向こう。はい。あ、イカかわいいね。これかわいいよ。はい。目玉は取り除きます。ああ、かわいい。あ、イカかわいいな。イカかわいいよ。そうなんですよね。結構黒いですよね。もういいかい。ちょっと待ってください。まだ1個残ってます。はい。はい、まあ、中は、包丁で、まあ、真ん中を割ると、取り出せるんで、うん、あとはまあ押し出してくれればもういいかい。ちょっと待ってください。はい、歯も取らないとって、あ、歯もあります。あのくちばしっていう部分ですね。はいはいはい、はい、詳しいですね。さすがキムさんね、料理やるんですよ。はい、わかります。あ、うん、なんか最近怖いですからね、料理する人が見てるもんですごい非常にプレッシャーかかるという、うん、はい、あ、目玉終わった？はい、終わりました。その歯ってどこですか？歯っていうのは、まあ くちばしというんですけど、通称、うんうん、この目の下の部分、まあ、まあ、はい、包丁で割ると、うん、これが出てくるんですよね。ほいほいほい。でこれを取ります。まあ、イカも、わかりますね。これよくおつまみでたまに見るかなって。ああ、はいはいはい。わかりますよね。わかりますわかります。こういうやつですね。はい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 、はい。痛そう。まあ、くちばしって言ってますね、僕らは。で、まあ、イカってまあ肉食動物なんで、うん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 、まあ、これでかじると。あ、なるほどね。はい、まあ、これもまあ、かじられたら痛いね。まあ、まあ、普通は食べないんで、まあ、捨てますね。はい、はい、捨てました。はい、あとまあこの部分がちょっと若干硬い部分があるんで取り除きます、うん、あ、迷ったら捨てる。あ、いいですね、コーヒーみたい、はい、うん、で急いでる時は面倒くさいので捨てない、はい、そういうわけではないですね。まあそれで、はい、ちっちゃいからだったらほとんど食べれるんですけども、はい、まあ、このゲソの部分、吸盤が、はい、これって食べた時口に残るんで。残りますね。まあ、キチン室ってまあ骨に近い部分なんで、はい、まあ、要はこれであの獲物を捕らえて口の中に入れるってやつなんで、ね、はい、触手の部分、うん、まあ、これを包丁で細切り取ります。まあ、めんどくさかったらもうこれ切っちゃっていいですけどね。切って食べなくてもいいんですけど、うん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 、あ、やばい、飛んできましたね。行きましたよね今、はい、吸盤に、
あ、ちなみにですね、アニキサスはいますは？あの、寄生虫です。寄生虫は嫌だよまあ寄生虫いらない。基本天然なものってまずいると思ってくれればいいのかなと。いや、いると言われようが嫌だな。で、ね、あの寄生虫ってさ、はい、あのいますってって言ったじゃん、はい、で、まあいるのは分かった、はい、ね、これであの熱かけりゃ死ぬのは分かった、はい、ということは我々はその寄生虫も一緒に食うわけ。まあうっかり食べてる場合もあるかもしれないし、 あとアニキサスに関しては冷凍すればまず死ぬっていう、うん、はい、はそうです。ホタルイカもまあ基本、はい、海にいる動物はまずいると、あ、まず思った方がいい、はい、うん、なるほど、はい、でイカの場合はですね、うん、アニキサスは最終的にどこに行くかというと、イルカの中に行って成虫になるんですよね、アニキサスは。あ、イルカの中に行って、はい、まあ、じゃあイルカの中におるんだ。はい、親玉がイルカの中にいます。へえ。でですね、うん、こいつは何が危ないかって言ったらですね、うん、うっかり生きた状態食べちゃうとですね、うん、びっくりしちゃってですね、胃とかそういうカビに噛みついちゃうんですよね。いてでその時胃はそんな無痛覚らしいんですけども、うん、胃がなんか異変を感じて噛んだ時に、うんうん、それでその激痛が出るという恐ろしいやつで、いや激痛が出るだけならいいけど、はい、あ、穴が開いちゃったら困るよ。そこまでひどいことはないとは思いますけどね。あ、そう、はい、はい、でまあ終わりましたね。終わりました、はい、ちょっとまあここは硬いんで捨てます。硬いのはいらない、はいはい、まあこれでゲソが食べれます。はい、はい、これですね、はい、一応あたかめらもなかったことのようにこう、はい、そうですね、はい、そうです。足は炒め物にします。あ、そうですか、はい、とりあえず、寄生虫はいない、はい、であろう。まあ、ね、逆にいると思って料理した方がいいかもしれないですよね、うん、ね、だけど僕素朴なんですけど、はい、いると思ってはいいけど、はい、僕はイカを食うんであって、はい、その寄生虫食いたくない。まあね、仕方ないですよね、うんうんうん、あ、そう、はい、うん、まあそうですよね。まあ、うん、逆にいるのは普通だと思った方がいいかもしれません。逆にいないっていうのは逆に不自然なことなんですよね。要は養殖して、うん、いろんな薬やって、うん、ただ生えてないだけだろう、あろうし、はい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 、ちょっと手洗っていいですか。あ、手洗ってください、はい、ちょっと水出して蹴ってくればいいよ。あ、出ます、入ってた、はい、それでさすが詳しいですね、はいはい、生きてるうちは肝にいるんで、うん、へえ、あ、そうなの、蹴ってくれば、はい、はい、そうです。で新鮮なうちには、そうなんですけどね、でもやっぱり愛知県でなかなか買うとですね、ないですからね、はい、あ、そうですか、はい、はいはい、で今度は胴体になります。はい、胴体、はい、でこれはまあ食べても問題ないんですけども、要は刺身にしない限りは、まあ、皮が刺身だと食べないんで、はいはい、取っちゃうんですけど、う、まあ、別にこのまま料理しても構いませんけども、うん、もしこの皮を剥ぎたい場合、はい、これどうすればいいの、はい、ここ裏側に、はい、イカの耳の部分に、うん、これあの人によってやり方が違うんですけども、はい、こう爪で入れてもらって、うん、で割ります。でこれで引っ張ると、あ、手が滑るな、軍手かなんかあげましょうか。はい、これでまず、ほうほう、一緒に耳と一緒に皮もちょっと剥げるんですよね。はいはいはい、はい、あ、本当だ、あ、そうなんですだから厳しい指摘がお湯を使いましたね、さすが。あ、水を使うと匂いが出にくいよ、はい、じゃあ水で生臭さが出るよ、はい、はい、すみません。でまあ剥いだんで、はい、
この剥いだ部分から皮を剥いていきます、はい、うん、あ結構簡単に。そうなんですね、うまければ一気にベリっていっちゃうんですけども、うん、ここの部分の皮がちょっと取りづらいですかね、付け根の部分は、うんうんうん、ちょっと手がぬるぬるする場合は、まあ、キッチンペーパーとか、まあはい、タオルとかでいいんで、で引っ張ってもらうとですね、あだんだん取れてきました、はい、まあ誰がやっても綺麗になると思います。まあ誰がやっても綺麗になるかもしれないんですが、はい、多分僕はやらないような気がする。あ基本こういうキッチンペーパーでは乾いたもので、あの取ってもらうと綺麗に取れるんで、うん、こうほらほらあ綺麗に取れた、はい、素晴らしい。こんな感じで綺麗に取れましたね、はい、今こっちも取れました、はい、これ取れたあれですね、はい、あ状態です。イカは美味しいですね。イカ、あ日本手ぬぐいを使うと滑らないです。あそうですね、ですか。素朴な意見なんですけど、はい、勝さん何でも知ってるんですけど、はい、多分勝さんは300年ぐらい生きてるんですよね、かもしれない、はい、うん、あれコーヒーやる人焙煎まで行っちゃう人っていうのは割と極めちゃう。すいません、僕イカやれません無理。無理ですか。無理無理。残念、こんな美味しいもの。いや、あの料理したもんを食えますよ、はい、はい、大丈夫ですよ、うん、ちょっと難しいかな、こっちもぬるぬるするな。この身のこっちの部分が難しいんですよね、僕うまくできないですの部分は剥げるんですけどね、うん、ちょっとやりづらい。そういう時はさも底のとこは無視して、はい、使うのは身の部分だけとかさ、そうですね、ごまかしておくっちゅう手もあるよ。あしないんですか。そうなんだその部分はしないんですね。ああそうなの。僕取っちゃうですね、なんかもったいないなと思って。イカ刺身一番おいしいですもんね、ここの目分って。あコリコリしてるっていうか、うん、じゃあこれでいいのかな。じゃあよいしょ。だけどあれだよね、みんなよく知ってるね、はい、料理できる人が見てたらあれですよね、逆に腹立ってくるかもしれんいいんですよ、基本的には僕がお勉強してるようなもんなんで、はい、はい、コリコリしてるのはエンペラって言ってますけどね、はい、でまあ今度ですね、はい、一応皮は大体剥いたんですけども、はい、この中がちょっと汚いんで、うん、汚いのはまだ残ってるんで、はい、まずこれを洗います、はい、ということでまずはい、開きました、はい、でまあ卵巣とかいろいろ入ってるんですわ、はあはあはあ、清掃とかですね、はあ、ここはどっちにします、見せる系見せない系。いや自粛ってことで自粛って、はい、はい、分かりました、はい、いろいろついてるんですよね。かわいいね、このイカさんはね、はい、これかわいいな。この頭部にまあついてるんで、うん、まあ、これを取り除きます。で裏側も薄皮がちょっとついてるんで、はいはい、水出してもらいます。あ、水、はい。これどけといた方がいいですか。あ、どけといた方がいいですか。 OK です。あ、ひっくり返っちゃってそっちも向けていいですか。はい、どうぞ。はい、あ今、青森先生はちょっと汚れがついてるんで、はい、はい、ちょっとこう綺麗にしてますね、はい、
あ、こっちはもうあのすぐ洗、はいはい、ちょっと洗えば取れるんで。なるほどね。はい。まあ、うん、ちょっと取っておきますね。もう雰囲気あるですね。そうですね。ゴム長靴みたいです。あんまりその表現はどうかなと思うんですけど。そっか。はい。キムさんは包丁を使って綺麗にとか言って。そうなんすか。僕じゃあそれ言ってみましょうか。こっち背の方で取るんかね。刺身にするんですかねこれ。一夜干しにしたいなと僕は思ってる。あ、ちょっとあれですね。若干人に言いますけど僕ここ硬いんで取ります。なるほど。はい、さと。取れるのかな包丁で。いいっすよ。なんとか OK ですか。ちなみに今日はこれ使うんですか。はい。いや、今日はですね。はい。この部分は。はい。何を使うんですか。あ、お刺身。うん。したいんですけど。食べます？いや、いいです。いや、いいです。ちょっとあれですか？怖いですか？怖いです。寄生虫に。おじ気づきましたね。はい。結構ビビーなんで。まあ、基本、冷凍したやつは死ぬんで、流通してたら大丈夫だと思いますけども。はい。はい。まあ、あと夏場よりは冬の方がリスクはないですね。うん。リスクの問題ではないんですね。というと。1000回に1回かもしれないけど、はい、その1000回に1回が自分の回かもしれないという恐怖なんで。はい。あ、そうですね。なるほど。みんなもう言うことがあれですね、いろいろな意見ありますね。はい、はい、で刺身にじゃあこれは家に持って帰ります。はい、はあ、はあ、あ、そうですか。はい、わ、はい、かりました。じゃあこれはですね、僕、うん、一夜防止にして食べます。はい。それか、まあ、明日の朝ごはんに。はい。チヂミもやるのはやるんですよ。はい、やります。はい、本来だったら、はい、まあ、今日はちょっと夜だったんで、うん、これが買ってすぐだったら、刺身とかにしてください。うん、もうこのまま。ああ、なるほど、はい。で、今回はですね、はい。この、こっちの部分ですね。ほう。こっちの部分を使って、チヂミを。はい。いわゆるゲソってやつ、はいはい、で今日、はい、番組実際これ終わっちゃうんですよね。まあ、イカの解体、イカをさばくのは終わったんで、うん、実際はですね、あとは自分の好きな料理してくださいと、うん、いやいや好きな料理大体さ、はい、これを今、まあまあ、この見てる人たち料理ができる人多いですけど、はい、僕よ、はい、一応ですね、解体しましたで終わり、はい、でもこれじゃ料理できないし僕、はい、うん、ただですね、これダメダメ、 これで、うん、ここまでもう、うん、イカをさばいたらですね、うん、あとは例えば、うん、お好み焼きに入れてもいいだろうし、うん、焼きそばに入れてもいいだろうし、はいはいはい、イカっていうのはですね、はい、あとは、うん、このままトマトとパスタとかでも、うん、あと今日ちょっと取ったこの綿、うん、綿の部分をちょっと使って、うん、パスタにしても美味しいんで、このイカをいろいろ作れるんですよね。マリネとかもいけますしね。なるほど、はい、まあとりあえず僕でもできそうな焼いて食べたら、あ、今日はですねチヂミをやるんですね。はい、そうです、はい、今日はこのゲソの部分と耳の部分で、はい、チヂミを作ろうと、はい、はい、なので、まあ、あとはまあご自由に料理をしてくださいと、はい、はい、あ、無責任ですけどまあいいでしょう。まあでもあとは自分で切って焼くなり、焼くだけでも十分美味しいですからね。ああ、なるほどね。あとは身の部分をですね、うん、今だったら 1,2 時間日に干してから食べると、うん、一夜干しで感じでいい感じで食べれます。なるほど、はい、そう、なんでもイカ万能なんですよね、もともと淡白なんで、はい、うん、なるほど、はい、うーん、ということで、はい、戻しましたね。はい、イカの絵自体、あまり美しくはないので、まあここら辺でやめとこうかみたいな。あ、
表紙抜きしたかもしれませんけども、うん、イカっていうのは結構簡単なんですよね。魚に比べると、まあ、骨もないし、包丁も普通の包丁でいけますし、うん、でゴミもそんなに出ないと、うん、今日出たの皮とか唇とか目だったんですよね。確かに、はい、うん、なので意外と料理できれば、はい、あとこの後まあイカと煮物にしてもいけますしね、うん、大根とか、まあ、里芋とか。そうですね、キムさん、あのチヂミやりますよ、はい、あチヂミって韓国のそうです、はい、料理ですよ怖いですねこれは。今あのキムさんは多分得意じゃないですか。そうね、チヂミって、まあ、パジョンとも言ってるみたいですけどもね、はあ、どっちかよく分かんないですね、うん、はい、あの多分そう言うとキムさんがなんか解説してくれますよはい、いろいろあるんですけどもうん、うん、ということで、はい、まずじゃあチヂミを作ります。チヂミを作ります、はい、一応15分で作れるんで。あ、チヂミってそんな簡単なの。まあ簡単、料理自体はまず簡単かなと。うん、まあ、今日切った部分ですね、はい、まあ、これをまず切ります。はいはい、まあ、ちょっとなるべく細かくで、はい、まあ、ゲソの部分なんてあのかき揚げとかにしてもすごい美味しいですけどね、僕は好きですね、うんうんうん、あのイカだけは味付けして、うん、つまみ用ですか、チヂミって。当たりです。はい、チヂミです。はい、当たりですね。ビールは全然怖くないので、僕はビールにはいないですからね、寄生虫は。ビールは寄生虫いないですね、はい、どんなビールなんですか唯一怖いのはビール飲んだ後のおまわりさんだけですからね。はい、許してくれませんからね。あのアルコール検知器っていうもんができてからいかんですね。はい、やっぱりね、うん、はい、まあイカは細かく切りますね。あ、パゾンは、細ネギの方。あ、そうなんだ。イカ刺し、うん、まあそんな感じですね。そうなんだ、よくわからないですよね、意外と。いいっすね、勉強になりますね、はい、あのキムさんが全部教えてくれる あれなんですよ、キムさんがキムチ作ってくれて、はい、送ってくれた時も、はい、ね、やっぱりね、うちらこう食ってるキムチってあるじゃないですか、はい、まあ、いわゆるスーパーで買ってきたやつ、はい、違うんですね味あ、全然違います。違いますね、うん、入ってるものが違うんですかね。うん、バカンされましたねなんで、うん、だけど僕よくキムチ買うんですよ、はい、うん、楽ちんだし。お、ね、キムチいろいろ入れますからね、梨とか入れたりとかですね、なんかは、いや、梨を入れるんですよ、果物ですよ。嘘、はい、キムチって。キムチに、はい、あと最近よく入ってきますけど、アミの塩辛とかカニの塩辛とかあるじゃないですか、ああいうの入れたりとかですね。キムチに、はい、意外とまあ普通のキムチの他にいる種類があるみたいですね、はい、キムチの色。キムチを入れればキムチチヂミ、あ、なんか美味しそうですよね。そうです、美味しそうですね。はい、それだったら僕でも作れそう。はい、まあチヂミじゃ簡単なんで、うん、今市販の粉も売ってるんですけども。あ、チヂミの粉が売ってる。はい、おお、最近は。じゃあちょっとその辺を勉強しよう。あ、チヂミならなんかキムチチヂミなら僕ね作れそう。はい、ちょっとイカを解体する、解体ショーはちょっと僕自信ないので。そうか、うん、チヂミはね、じゃあチヂミじゃない、キムチはね解体じゃないからできる。できますか、はい、うん、ということでですね、はい、あとはまあイカ下ごしらえは終わりましたね。あ、下ごしらえ終わりました。あ、じゃあ、はい、あ、まあこっちを行きますか。はい、はい、これは本来は、はい、上新粉とか、まあ要は米の粉と小麦粉とかのなんか混ぜてるんですけども、はい、今回小麦粉と片栗粉でちょっとほうあった方が小麦粉よりは多分美味しいかなと。ほう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 、片栗粉を入れるんだ。
小麦粉とそうですね、本場用があるんですよね、米の粉が入るんですね、上司へー、なんかこう分からんときはキムさんに聞きゃいいだよ、はい、キムさんこれ本当は何なん、いろいろあるみたいですよ、なるほど、で、まあ、一応今回海鮮なんですけども、はい、これ何を持ってきたの、はい、これ何、今回はあのさ、はい、これこうカメラ向けてくれる、あ、うん、あこっちですね、うん、はい、今回はまあイカだけでは寂しいんで、まあ、はい、アサリの水煮ですね、へえ、こんなもんが売ってるんだ、はい、190ないんだと思ったんですけどね、ああそうなんだ、はい、うん、まあ、こういうのがあるんで、はい、まあ、例えば別にイカ以外にも例えばエビとか、はい、今の季節カキとかですね、はい、何入れてもいいんですけども、うんうん、はい、アサリの水煮、はい、でこのつゆが、うん、まあ、出汁がもったいないんでこのまま入れますね、はい、なるほど、はい、でまず粉だけ混ぜます、あ、この段階はつゆだけ入れて、はい、あとはまあ水をちょっと入れますね、はい、あ、すいません、浄水器の水にしてもらいます、こっちですか、はい、はい、一応こだわりがありまして、はい、はい、ごめんなさいね、はい、浄水器の水です、はい、はい、わ、何でもいいんだってはい、はい、お好み焼きの粉でも、あ、そうなの、あれ結局チヂミはどういう条件だとチヂミなの、なんなんですかね、うん、種類がすごい多いみたいですね、え、種類が多い、あ、要はな、まあ、お好み焼きの一緒ですか、多分。うん。あ、そうですね。からし変態子さんの方はですね、うん、イカの、ま、イカの町、呼子って町が有名なんで、うん、佐賀県ですけども。はいはいはい。そっちのまあ、イカも、もうブランド化しても、美味しいと思いますよ。なるほど。つまり、あれですか、八戸対佐賀県みたいな感じですか。あの八戸はなんで多いかってあれたらですね、うん、あの水産加工施設があったりとか、はい、加工する企業が立地してるんで、うん、すごいイカが流入ってくるんですよね、あ、そういうことですか、あ、はい、なんかキムさんなんか書いてくれたよ、はい、そうなんですか言えあらららら、あらららららららまさか、そうなの、何でも入れてまえって感じですかね、じゃあチヂミって、うーん、まあこんな感じですかね、ちょっと水っぽいかな、へえ、チヂミの場合こう水っぽい感じの、そう、あんまりもったりしてるとあの粉っぽくなるかなと思って、ね、あ、なるほどね、ちょっと薄めに、はい、薄めにしました、はい、チヂミの場合は薄めに、はい、まあ僕のやり方ですけどね、あ、いいのいいのいいのいいですか、うん、僕は青森くんの、はい、やり方をお勉強してるんですから、はい、はい、で僕ずっとこの粉を移してるんですけど、どこへ行くんですか、はい、こっちですか、で、まあイカ以外にも、まあ、はい、今回はですね、はい、今回何を、今回まあ細身を使います、はい、まあ、ニラでも何でもいいです、うん、今の季節だったら、うん、あの新玉ねぎとか、はい、こんなのも全然美味しいですね、うん、もう何でも入れてまえみたいな感じで、そうですね、まあ、ニラかネギかですかね、あのキムさん今回は、食べ残しを入れるんではなく今回は全部買ってきたものを入れるそうです、あ、家庭料理なんですかね、じゃあ、うん、そうですね、じゃああれですね、食べ残しを使わないっていうことは今回のチヂミは邪道ですね、食べ残し番組じゃないですよね、もうどんな番組なんですか、いや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 、はい、そう、先端ということで、うん、あ、入れ方いろいろありますけど、はい、大体今回はこのくらいで、はい、ザクザクザク、はい、ザクザクっといきました、はい、入れます、はい、いいっすね、
で今回は彩りが寂しいんで、はい、まあ人参ちょっと家に余ってた人参、余ってた人参、はい、あちょっとあここはあれですよキムさん、キムさんとこの言われた通りですよ、余りこれどう見てもあの買ってきたっぽくないですもんね、はい、余ってたっぽいです、はい、本格的です、そうですよね、食べ残しを、食べ残しじゃないよね食べ残しじゃないよねこれね、うん、余ってただけだもんね、はい、はい、人参です、はい、まあ人参、はい、今回は、まあ、薄くスライスしますね、あ最初にそうやって何ちょこっと切るんだ、あまあちょっと平面出した方が手が置きやすいだけなんですけど、はいはいはい、ああなるほどね、はい、そういうことを学んとかにいかんだね、はい、まあ滑りますからね丸いとこ、あはい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 、まあなのでちょっと滑るんだったなと思ったらこうちょっと切っといて、うん、置くとまあ滑らんよみたいな、あなるほど、まあ俺しかやってないかもしれないけどいいです、僕はあの青森君を師として仰いでるんで大丈夫です、はい、あとはまあ人参を、はい、大体いいですけど細かくします、はい、まあ、若干適当ですけど、いや大丈夫ですよ、はい、適当っていう言葉大好きですから、はい、まあ、入れますね、なんか、タイムラインでは半田といえば半田御殿のイメージしかないってあそうなんですか、半田と関係、違いますから、あ違いますか違いますから、あの半田氏はそんなことないですよ、半田御殿作ってるわけじゃないんで、あのハンダゴテ作ってるわけではないけど、あの、はい、牛と鶏はよくいます、人間の数よりも牛の数の方が多いんじゃないかと、ダモで税収なんですね、はい、ダモで税収なんですね牛から税金取れればいいんですけどね取れないです、はい、まあ、まあ混ぜますね、はい、でですね、はい、野菜だけで十分いけるんですよね、チヂミって、はいはい、まあ、要はごま油で風味がついてるんで、はんはんはん、でちょっと足りないなと思ったら、うん、ここに何が入る、はい、まあ、別に野菜だけでもいいですけどキムチとか、はいはい、それは何ですか、もし野菜だけで物足りなかったら、まあ、これはコンソメ、コンソメちょっと入れてもらえれば全然いけるかなと、はい、ちょっとだけです、少し入ればいいです、おお。まあ、野菜だけでちょっと寂しいなとか、うん、まあ、味ちょっとあれかなと思ったら、うん、ちょっとだけ入れるだけで、おお。はい、コンソメが入りました、あそうなんですね、ネギを敷く パターンもあるんですよ、だからチヂミっていろいろパターンがあるんですよね、えネギを敷いて、はい、ネギを敷いて生地をかけて、うん、あの具を乗せて、うん、いった蒸し焼きにしてから卵をコーティングするとか、はあ、僕がやるのは今回はその、はあ、卵は別でかける場合バージョンなんですけど、チヂミいろいろ、いろいろ種類があるんですよね、あなんだ、ただ単にチヂミってわけじゃないのね、うん、見たいですよ、僕韓国人じゃないですけどすごい種類があるんですよ、なるほど、はい、はい、あとは、はい、どうします、混ぜた方が、混ぜます、混ぜます、混ぜますか、はい、あの魚介だけを上に乗せてから焼く場合もあるんですよ、へえ、そうなの、なんかよくわかんないね、詳しくはない、もう何でも全部混ぜて焼いちゃいいじゃない、うーん、どうなんですかね、なんかそうするとあれですかね、でもお好み焼き自体もいろいろ種類があるじゃないですか、 あるあるある、はい、あれと一緒なんですかね、焼くもの入れると派生が出やすいんですよね、は派生が出やすい料理っていうのはお好み焼きと一緒で、粉物はあの面倒くせえから混ぜちまえっていう発想が今のこの状態ですかね、多分
はい、だけど考えてみやあれですよね、たった1枚に対して結構ゲソといい、はい、アサリといい、塩入れます、足を入りました、塩も入ります、まあ、量結構ボリュームありますよね適当ですね今回は、はい、はい、酒のつまみなんで、はい、そうですね、酒のつまみって言ったらいい加減ですもんね、はい、ちなみにいい加減とは関係なく今日関山くん来ましたね、はい、はい、関山くん、ちょうど結婚式のなんか帰りに来まして、で関山くんにいろいろアドバイスを受けまして、はい、結局、マックミニ、はい、お買い上げになりました。あ、買ったの？あ、注文しました。はい、はい、そんなことやってたらあかんですよ。何に使うんですか？何言っとんですか、ユーストのためですよ、ユースト。はい、はい、では生地ができたんで焼きます。はい、はい、あれですよ、青森先生のこの番組のために私、マックミニ注文しましたね。これは、油がごま油、ごま油ですね。はい、ごま油でございます。くどかったら普通のサラダ油でも全然いけますけどね。はい、はい、ごま油でございます。こっちはコーヒーでございます。関係ないですね。このコーヒーって何なんですか？飲まんとあかんの？いや、別は飲まんでもいいですよ。飲むために置いてあるわけじゃないですけどね。はい、今フライパンを温めております。はい、踏まないように。あ、はい、そうですね。そうですね、ごま油多めに入れる。はい、あ、ビールが飲みたくなった。そうですよね。あ、そうか、チヂミも結局あれか、油多めに入れますか。結構あれですね、いろいろ意見がいっぱいあるんですね。はい、熱いかな。あ、まだまだ。ちょっと具が多いかな。結構多いよね。まあ、全部入れませんけどね。え、入れないの？入れませんよ。え、なんでなんで？入れちゃうよ。いや、ひっくり返せないんですよね。はあ、はあ、ちょっと具が多いんで。あ、なるほどね。はい、パリパリが美味しいです。なるほど。油は多めです。あと生地ちょっと多いと生地がボタボタしちゃって硬、はあ、くなっちゃうんで。ちょっとあれかな。なるほど。では、はい、いきます。あ、ごま油の匂いがしてきましたよ。ちょっと落ち着かないね。まあ、失敗するかもしれんで。あ、ちっちゃめに。はい、あ、かわいらしいですねこれ。はい、少し繰り返せる程度で。はいはい、はい、まずはとりあえずひっくり返せる程度で、はい、実験です。はい、実験です。はい、料理の基本は一気にやると取り返しがつかなくなる場合もあるんで。ああ、なるほどね。はい、少しずつやります。そこが大人ってことですね。はい、揚げ焼き感覚なのかしら、なのかしら。そうですね、ちょっと油の方がサクサクするかなと。食べ方次第ですけどね。酒のつまみとか、はい、子供のやつがあるとちょっと用途が違うだろうし。いや、子供うんぬんは関係ないので。あ、関係ないですか。はい、ビールのお供として考えていただければよろしいかと思うんですけど、ね。でですね、あれ、はい、ちょっと蓋をしますね。あ、ちょっと蓋は多分あれですね、はい、お盆は、あ、お盆、そこ。じゃあこれで、はい、えいや、ちょっとだけ、はい、そうやって多分磁石効くよね。大丈夫ですよねこれ。うん、これ使いな。
これで。あ、あちょっと心配。はい。かん。うん、かん、簡易。でも手、手でもいけますよこれ。そんな熱くないんで。あ、こっちの方がいいか。はい。オッケー。はい。お盆が。あっという間に完成。危ない。危ない。危ないこれ。はい。じゃあちょっと待って。じゃあ他のもんを持ってきたけど。これの方が多分パワーがあるんで。はい。はい。これなら。全体の方に、はい、蓋しない匂いが点々点。あ、そうなんか、蓋はしないんだ。あ、僕はしちゃってますね。なるほど。あの火をかか早く通しちゃって、はい、要は生ものですけども、うん、新鮮なやつだったら、うん、火をきっちり通さなくてもいいかなと、うん、ちょっとでいいですけどね。まな板も洗います。はい、じゃあ僕が洗ってきます。はい、お願いします。はい、もう任せてください。まな板ぐらい洗いますよ僕は。はい、洗いました。はい、ありがとうございます。はい、洗いました。はい、はい、綺麗に洗いましたよ。ネギ切るんで、まあ、反対側使いますか。反対側、反対側、はい、はい、一応危ないんで。はい、はい、OK です。でですね、はい、一応卵はですね、うん、卵、はい、混ぜる方式もいいのが、うん、主流なんですけども、うん、今回はそうです、上から押します。お分かってます。はい、卵を、はい、はい、入れました。ちょっと表面だけ軽く、で、はい、まあいい感じに焼けましたね。いい匂いだね。はい、うん、感じで、はい、ここに、はい、どういくのかな。はい、ちょっ と, ょっと上から押してください。あ、押しましたよ。はい、ちょっとだけ、ほう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 、卵が、卵乗りました。これで、はい、繰り返します。ここはあれですね、小さく作ってよかったですね。はい、このための、はい、あ、綺麗にひっくり返りましたよ。はい、いい感じじゃないですか。はい、で生地も薄いし、はい、まあ、イカもちっちゃく切ってあるんで、はい、あ、それも水煮なんですぐ焼けます。なるほど、はい、ここは強火なんですか。それほどでもないですね。あ、弱火でよろしい。はい、わかりました。はい、まだこれだけありますからね。はい、まあ、ゆっくり、キムさんここまで走ってくる間に出来上がりますけど、どうですかね。近いですか。はい、近いんですか。東村山市ですかね。あ、志村県の場所ですね。はい、志村県の場所ですね。違うか、あれ志村県っていまだに東村山市にいるんですかね。さあどうでしょうかね、うん、多分いないですよね。はい、多分ね。これで、あ、これ、はい、今度は、はい、でタレを、タレ作ります。あ、タレも作ってしまう、はい、といっても簡単なんですけどもね。あ、そうなの。はい、あ、ネギを切りますね。はい、ネギを切る。はい、今からタレですよ。チヂミのタレいきます。ですね、本当はですね、はい、イカをさばく前に今準備してくる、準備した方がよかったんですけどね。はいはいはい、今更ながら。いいんです、編集でこれ切り替えちゃいましょうか。はい、これを前にやったようなフリしちゃうとかさ。
ちょ衛生上の問題が若干、はい、若干ありますね。まな板は 逆の方使ってますけど。そうですよ、もう殺菌しました。はい、はい、まな板殺菌しましたね。一応洗いましたけどね。はい、そうですね、はい、あれですね、これあのまな板が新しいまな板に変わりましたかね、これね。はい、まあ、じゃ適当に粗みじんにしてもらって、はい、うん、そうですね、一丁目一丁目、そうですよ、一丁目一丁目のあれですね。はい、志村けん、はい、タレといっても簡単なんですよ。はい、どういうふうに作るの。あとはまあ醤油を、え、普通の醤油。はい、普通の醤油です。はい、まあ、はい、1、2、3、はいはい、普通の醤油入れました。はい、男は気にしないですねっていやいやいや、はい、あとはまあ酢を、酢を入れる、はい、はい、ちょっとだけ酢をちょっと、あ、2杯ほど、まあ2対1ぐらいでいいんじゃないですか、とりあえず。ほう、それで、うん、あとは、あと塩ですか、砂糖ですね。あ、砂糖、砂糖ちょっとだけ入れれば。砂糖ちょっと入れる、ほう、小さじ1もいらないと思いますけど。はいはい、これがタレになるんですか。はい、これだけでいいのかな超適当。あとはまあごまとかあればちょっと入れてもらえれば、はい、あ、結構あれですね、男らしい入れ方でしたね今今男らしかったですよ。はい、これで完成です。あ、素晴らしいですね、これがタレになります。はい、他に何か入れるのかな、わからないですけど。キムさんね、すごいですよ、めんつゆがいいですよって。はい、ふーん、こんな感じで、はい、あ、できましたかね、できましたかね、はい、こっち来ました。どんな感じですか、どんな感じですか。多分もういいと思いますよ。ああ通ってるんでいいかも。はいはい、ちょっと様子、外行ったと思うんで、はあ、ちょっと温度低めにしとったんですけど、ね、ああ、じゃあここでガンと強くして、はい、ちょっと上げます。はい、でお皿を、はい、お皿を用意しましょう。はい、お皿ってどこにありましたっけ。あれ、ここ、あ、これ、そっち開く。はい、あ、あるでしょ。わざわざカメラで向かうなって感じがしました。お、いいですね。いい香りですね。こんな感じですね。はい。はい、ちょっと小さいですけど、控えめに、はい、1回目は。はい、海鮮チヂミ完成でございます。はい、あとは、はい、食べやすいように切ってもらえれば。あとは焼くんで食べてもらえれば完成かなと。はい、はい、おー、これで完成でございます。はい、はい、じゃあ結構開けないですね。あ、なんかぴったりですよ、はい、時間、はい、10時でした。もう計算したようにぴったりじゃないですか。はい、まああとは、はい、これ試食します。はい、しますよ。はい、じゃあ、あの、この試食に関してはビールありですか、なしですか。ありですよ。買えますか。はい、買えますか。あ、じゃあ全体で疲れて、じゃあ試食いきます。はい、じゃあ試食は青森先生は、ビールありですかなしですか。ビールですか。ちょっとだけもらいます。じゃあちょっとだけですね。はい、じゃあ青森先生はビールちょっとだけ。はい、はい、ビール持ってきました。はい、今回は、キリンビール、はい、クラシックいきます。はい、
はい、どうぞ。あ、じゃ あの出世しないと言われるんで、あのやっぱり、はい、でちょっとあの僕の方から、はい、ありがとうございます。継いであげます。はい、まあ僕はどうせ出世する気配もないので自分で継ぎます。はい、はい、じゃあ乾杯。はい、乾杯。はい、何の番組ですかねこれ。食いましょう。はい、ちょっと僕試しに食べてみたいです。箸。それでは、はい、このタレにですね、こうつけて食べればいいんですかね。はい、はい、じゃあちょっといただきます。まあ、もう一回焼くときはまた、うん、あの調整できるんで焼き方とか、はい、どうです、もう少しカリッとさせます。美味しいですよ。どうですか。本当に美味しいです。はい、うん、思ったよりもこのあれですね、あの海鮮いっぱい入ってていいっすね。そうですね、これ、うん、まあ完全に全部安いんで、最初多いかと思いましたけど、はい、あイカやあのアサリとかなんか多すぎねえと思ってたけど、はい、いいっすねこれ。そうですね、まあこんな感じで、まああとはですね、まあ途中で飽きてきたら、まあキムチ入れたりとかですね。ああキムチもいいっすね。はい、一応持ってきてるんで。ああすごいじゃないですか。はい、やりましょう。そう、味にコントラストをつければ、うん、ずっと食べビールと合うと。うん。でこの番組何でしたっけ。はい。何の番組でしたっけ。チヂミイカから。まあ、この番組自体実際もう9時半に終わってるんですよね。イカの解体は実際終わってますけども、まあイカの解体ショーよりもこれチヂミ作る方が楽しいな。はい、 あとはまあまだいっぱいあるんで、次焼こう。はい、焼きますか。うん、はい、次焼きましょう。うん、あ本格的ですね、褒められてますよ。キムチ、あのチヂミ自体がいろいろバージョンがあるんで、好きにアレンジできるのかなと。なるほど、はい、素晴らしい。うん、では焼きます。先生これ食べちゃっていいですか。はい、どうぞ食べてください、まだあるんで。はい、あの今ならまだ焼きますので、食べに来てください。はい。関山くんもね、早くに帰らん気には食べれたよね。まあ、あれも明日仕事ですからね。うん、ほやほだ。うん、美味しいですね、これ。はい、簡単に作れます。うん、要は粉買わなくても、うん、小麦粉と、まあ、片栗粉とあとニラとか野菜、入れるものによって味が違いますね。はい、そうですね。あ、キムさんの言う通りでございます。だからキムチと野菜だけでも全然あのお酒のつまみだったらいけますよ。キムチと野菜だったら僕でもできますね。はい、そうです。はい、で小麦粉と片栗粉があれば、うん、あとはまあ今日例えばこういう缶詰、はいはい、水煮があるんで、これを使えばもう、はい、小麦粉と片栗粉を混ぜるとこがポイントですか、これは。いろんなパターンが、別に小麦粉だけでもキムチもいいですねって。あ、やっぱりいいですね。入れますか。入れましょう。あとでまだ、はい、まだちょっとあるんで、うん、後からキムチを入れて作るとまた別の感じがして、あ、いいですね。はい、これもっとこう、もうガンガン作ってもガンガン食うってどうですか。はい、あ、やっぱビールが進むわこれ。いいね。いいですか、たまには。はい、いいですね。はい、放送1回目の呪縛から。はい、あれで僕反省しましたもんね。はい、あれかな、あれがもう多分ないだろうということで、うん、今日は1回目のあれ何でしたか、パスタか。パスタ、パスタですね。はい、あ、パスタダメですね。ダメでしたね。パスタいかんかったですね。はい、うん、僕も反省しましたまで。はい、あ、ならない。あ、ならないように。ならんだろうなということで。うん、はい、そうですね。もう、あ、なりませんよ、僕は。うん、まあ、実際、イカは簡単にさばけるんで、
まあ料理としては、うん、魚料理から多分作れたらいいかなと、うん、だけどイカさばいた状態で欲しいな。はい、まあ実際売ってますけどね。あ、そうなの。はい、まあ自分で作る分には造作もないと、うん、キムチは酸っぱくなった方がうまいですよ。だそうですよ。あ、しかもチヂミのいいとこはすぐ焼けるんですよ。はい、あ、薄いもんね。はい、うん、はい、2個目が焼けました。あ、まだですよ。まだ焼けてませんよ。あ、焼けてない。まだ裏側も。あ、そうだ、寂しいからこれ、絵だけ撮ろう。はい、うん、じゃあまあ、これが焼ける時間を利用してですね、はい、もう時間も、もう10時過ぎてるんで、はい、まとめをやるってどうですか。そうですか、まとめやりますか。あ、だってあれでしょ、画用紙っていうか。あ、そうですね、ほい、おっと、あ、失敗した。はい、大丈夫大丈夫、わかへんわかへん。はい、まあ、焼いてまえば。はい、誰も見てへん。OK です。はい、これじゃあ、例の何を使うかを説明するってどうですか。あ、そうですね。はい、じゃあアップで、はい、はい、本日の料理、はい、海鮮チヂミです。はい、こっち、あ、じゃあすいません、こっちですか。はい、はい、これだけあれば、はい、十分かなと。はい、海鮮チヂミ、まず僕見えないですもんね。あ、はい、本体の方というか、あ、こっちですね、チヂミの方ですね。まあ、万能ネギ、はい、まあ、細ネギですね。細ネギ、1/3袋、はい、から小麦粉と片栗粉が2対1ですね。 50g と 25g、はい、から卵1個、はい、から、生イカとアサリの缶詰、はい、まあ、1個だけでも十分ですけどもね、はい、今日はちょっとグレード上げるために、はい、はい、ちょっとリッチにね、はい、それから、塩とごま油、はい、この塩とごま油のこのごま油は この場合は、焼く時のごま油のことですね。そうですね。はい、からこちらですね、タレの方いきます。はい、タレ、醤油、砂糖、はい、酢、ネギ、はい、これ全てが好みでですか。そうですね、絶対的なやつはないですね、まあ、自分に合わせてくださいと、はいはいはい、からあればとして、はい、コンソメ1/2個、人参、パプリカ、はい、これは、先ほどのあれですね、種の方に入れたコンソメのことですかね。そう、何も入れるのがなかった場合はまあ、うん、こういうのでも味が変化がつくっていうか美味しくなるよっていう。なるほどね、はい、はい、そういうことでございます。まあ人参パプリカも彩りですけどね。はい、わかりました。はい、じゃあ、一応ですね、あ、もうじき焼けちゃいますね。焼けますね。焼ける前にちょっと一応こう、あ、フレーバーでチヂミを作ってください。はい、チヂミ簡単です、誰でもできます。そうですね、じゃあ なんでキムチでチヂミですかね。はい、チヂミパーティー、キムチでチヂミパーティーやりましょう。そうですね、簡単です、ね、うん、それいいですね、うん、じゃあ一応本日のまとめをですね、はい、やりましょうよ。ちょっと待ってください。じゃあ、はい、まあ、先の変わらないですよ。はい、はい、2枚目できました。はい、はい、2枚目できました。はい、それでは2枚目ができましたところで、はい、本日の、はい、まとめをいきましょう。まとめですか。はい、ですね、はい、まあ魚料理、今魚離れが結構進んでるっていうか、うん、そうですね、要は魚を食べないですけども、うん、食べなくなったっていうんですけども、うん、何ができなくなったかというと魚調理がまず面倒くさくなったと。そうですね、うん、で、うん、切り身とかで売ってますけども、はい、うん、だいたい鮭とかブリとかも固定された魚しかないんですよ、うん、はい、でやっぱり自分で下ごしらえしないと食べれない魚っていうのは多いんですけども、うん、
それのまず基本あのやるんだったら、まあイカが一番、うん、下ごしらえとかさばくんだったら、はい、まあ、うん、最初から試せるかなと思って今回選んだんですよね。それとね、西尾でもあのね、はい、あの一応はハズとかあちらの方で、あのイカは日本各地どこでも取れるんで、そうですね、あの、うん、地元のものを食べれるっていう、うん、いまあすごいいいところかなと思って、まあ、今回選んだんですよね。今回ダイオウイカを使いましたか？使ってない。使ってない。使ってないですね。はい。うん、ただイカ、うん、今回はやっぱりハズコウとか探したんですけども、意識とかで、ね、今日はなかったんで、うん、まあ今日は島根県のイカということで、今日は島根県のイカを使いました、はい、申し訳ないですね。あ、いえいえ、いいですよ、はい、でも八戸のイカでもなかったんですね。はい、八戸でもまあ取れま、八戸のシーズンは夏なんで、あ、なるほど、夏から10月なんで、うん、じゃあ夏の時は八戸のイカを使いますか。そうですね、うん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 、なんだって、昔だったら春頃がキムチが古くなりますね。作るのが、11月に作るんです。はあ、あー、なるほど。さすがだね。はい、あ、11月に作って、あ、キムチってそんなすごく作るんだね。作るんじゃないですかね。なんかキムチのボーナスが出るらしいですね。は、なんか噂で聞いた気がするけど。いや、キムチを作るためのボーナスみたいな。あ、そうなの？給料別に出るみたいな。本当はどうか知らないですけどね。あ、そうなんだ。はい、さすが韓国、キムチすごいですね。はい、まあそんな感じで。それで、じゃあ今度はキムチでチヂミを作ろうというのを、まあ、まあ今から作りますけどね。ああ、まあ作りますけどね。はい、ただ混ぜるだけですけど。はい、まあそんな感じで、はい、本日はですね、何でしたっけ？イカをさばく。はい。はい、イカをさばく。さばいて、海鮮チヂミを作ろうという、はい、ことでやってみました。イカ自体簡単ですからね。ただ胴体を一抜いて、うん、で綿とかを切って、はい、あと 目とかと食べない部分を取って、はい、あとは皮むいておしまいですからね。あ、はい、すぐできます、はい、だけど自主規制で、はい、そこの部分を結構見せなかったですよね。はい、こうやろうかなと思った人が結構やれんかもしれないですね、これ、はい、目玉とかちょっとやっぱり魚を料理しなくなった理由はやっぱり気持ち悪いと生臭いとか、はいはい、そっちの方なんで、はい、なるほど。まあとりあえずそんな感じで、はい、本日は、イカをさばいて、海鮮チヂミを作ろうということで、はい、ビールもしっかり飲んで、はい、やってみました、はい、という感じで皆様、皆さん、ビールを飲んでゆっくりくつろいでください、はい、じゃあおやすみなさい。はい、お疲れ様でした。